気が甘い。どうしたか、どう来るかと思ったらね。直前まで今日食べてましたからね。そうそうそうね。差し入れのピザを。ピザが食べれるほど、便利快進撃ですね。いよいよね、非常に面白く助かりましたから。それじゃあこの後、もんじゃくさん、いっぱい話してくださいよ。はい。木南くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。木南くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。先週もいろいろありましたね。しかし、いやでもうち強いよ。強い強い、強すぎるよ。本当横綱一門ですよね。だってもう13勝2敗でしょ。ねえ、世界の優勝で、優勝ですよ。もう13勝2敗ねえ、それで終わっちゃうもんね。本当だよ。この強さのなんか秘密ってのあるんでしょう。まあ隠さなきゃいけないこともあるでしょうけども、これ企業秘密ですけれども、まあ、もう監督はもちろんね、もちろんいい選手なんです、いい監督なんですけどね、一人一人の選手がですね、サッカーを知ってて、この勝ち方っていうか、負けない方法の、肝を分かってますよね。まあだから一つだけ挙げればですね、あの柱谷、あの選手はですね、ディフェンスでは一番こう、中心になって、常にあの、一番大事なポジションをね、あまり動かずに埋めてるんですよ。あそこがですね、いろいろなことをやりたがって、ちょこ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 外に出ていったりですね、そうするすべてのバランスが失われるんだけど、常に柱谷さんは冷静にですね、ゲームを見て、コントロールしてるんですよね。あれは欠かせないな、本当に。みんな素晴らしいけど、特に欠かせない。なるほど。大事だよ。そうですね、例えばジュビロ戦とか見てますと、一定先制されましたよね。で、後半になりますと、システムを3-5-2に変えるのよ。あえて一気にトントントンと3得点になりますよね。選手がそれに応用して出ちゃうというね。素晴らしいよね。ジュビロもね、オフト監督がなかなかこのバックラインを上げてコンパクトにしてスペースを与えないってサッカーでね、非常に強かったですよね。で、戦力的にはね、すごい。これはやばいんじゃないかなと思って見てましたけど、後半になるとね、吉井さんも石川も右だ、都市見も右だ、みんな右にして、ですよね、素晴らしいですね。あれちょっと素人考えなんですけども、あの 3-5-2 を前半からやったら6点入るんじゃないかと思うんですけども。素人、あ、それは素人。 4-4-2 でやっててもいいバランスの場合もありますから、まずいなと思った時に変える、それを選手が応用できるというのは素晴らしさ。ただ長谷部選手、この間は怪我しましたね。あれ11月までダメですよ。膝の靭帯、完全にやりまして、後半5分でやったのずっとやってたから無理しちゃって、今日リハビリルームにいましたけどね、多分11月までダメだって言ってました。でもドゥンガにやられたから勲章だってって言ってましたけどね。本当にね。話変わりますよ。私ね、マリノス戦で、マリノス戦、またドーピングしました。これちょっと実感教えてください。またドーピング、当たるね。私とペレイラ、そうで、マリノスが鈴木雅弘とメジラベーション、またあるね、またある、またある、鈴木雅弘と、ここで試合が終わって、それで誰が1位、はい、見れた人。鈴木雅弘1位。はい。2位、メジラベーション。はい、2位。3位、藤川隆之。おい、やったでも、11時15分。4位がペレラ。ペレラ1位。ペレラはその30分ぐらい。私が見てしまいました。メジラベーションはですね、ドーピングルームに来てですね、すぐションベンってたんですよ。ああ、ションベン、ションベンって言って。で、通訳が一緒に行って、バーって言ったんですよ。でね、ションベンね、規定にね、あとね、5ミリぐらい足んなかった。で、イライラしちゃってるわけ。5ミリぐらいいいじゃないかって、メジラベーションが怒り狂ってるわけ。だけど、ダメだ。我慢しろ。我慢しろ。出せ。で、メジラベーションイライラしてて、ずっとうどんちょしてるの。したらね、あいつね、蛇口があるんですよ。蛇口をこうわざと出して。蛇口の前で、蛇口の前で、こう、ションベンをこうやろうとしてて、あ、こいつ、水入れようとしてんだなって思ったの。何言うのかな、水入れようとしてんだなと思ったの。したら、それそうするの分かるじゃないですか、やっぱり。もうずっと取り付いてますから。で、結局それ失敗して、何やんのかなと思ったら、やろうとしてるけど、そう。ずっとやってるわけ。それをずっと苦労したんですよ。したらね、そのうちね、口になんか含んでるんですよ。ほう。うん。そっから言えない。いやー、ほんとにね。で、その後すぐ帰りましたけどね。ほう。危なすぎる話だ。ほんとに俺は冷や汗が出るから危ない。びっくりしました。そのインターベージョンがイライラしたのはドーピングなんですけども、サポーターがあの時はかなりイライラしたじゃないですか。サポーターね。どうですか、ちょっと。なんかマリノ戦ってありますね。あの一回ほら、私たちが、私が6失点下って、三つ田で、
で。ありましたね。ベン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 ね。ありましたね。今回は伊原が謝罪に行ってね、謝罪っていうかまあ、サポーターで。いろんな試合でね、柏でも、ほら、殴り合いしてもらって。そうね、ガンバとね。これ本当にね、今の J リーグのその応援の風景っていうか、状態は非常に良かったんですよ、外国から比べれば。これで選手とね、その、ファンとの対話みたいなのがある、その、サッカーのゲームって珍しいから、世界でも。これは大事にしてほしいんですよね。まだね、本当にみんな海外とか試合見に行ったら分かんないかもしれない。金網を作ってないとかって珍しいんですよ。珍しいんですよ。あんなことないですから。そうなんですか。会場で金網がないなんて珍しいですから。いろんなとこ行って、ブラジルなんか溝があって、溝ですよ。プールみたいなもん。だから、水が入ってて。入ってこれないわけですからね。入ってこれないです。枯れちゃうと全然なんかこうね、つまんない感じです。日本はね、だからもう世界のサッカー選手がしてもなんかすごいいい感じで応援するっていう。ね、それがもう。これは日本の一番の売りだと思いますからね、この J リーグのね。世界に誇れる部分だと思うから、これはね、選手も望んでるし、サポーターもこれはやっぱ考えてね、大人になってほしいなと思いますよね。しかもポトカルチャーとかやってないでこういう状況ですからね。これポトカルチャーとかやって影音が絡んできたら、それこそ大変なことですよ。そうですね。考え一人一人がね、大変惜しくもではね、もう少し大人しくなれるんだと思うから。そう。明日のチャンジョコカップは楽しく見たいですね。何か藤川君のイエローカードなんて怖くないもん。明日はジョブカップ日本放送で生放送ですから。生放送だ。お楽しみに。これは聞かないといけませんよ。そして来週はですね、スペシャルウィーク。おやってきました。来週お待ちかねのスペシャルウィークです。なんと J リーグ上プレイボーイ、武田選手が来てくれるの？来てくれますよ。嘘。恋愛の達人ですから、いろんなことを聞きましょう。バズローをしてしてもらいましょうか。それではですね、恋の悩み相談のおはがきを大募集しております。はいはい。武田君にいろんな悩みを相談したいという方はですね、日本放送、津波君、藤川君のイエローカードなんて怖くない、武ちゃんの恋の悩み相談室係まで、おはがきをお待ちしております。郵便番号100-87でした。忘れました。100点電話だ。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。